人、物、金をテキサスへ CCIM のルークです。欧米の軍需大手8社の設備投資額が2024年に100億ドル日本円で約1兆4400億円を超え過去最高となる見通しです。ロシアのウクライナ侵略や中東情勢への緊迫で 弾薬やミサイルを増産しています。工業、工業績を受けて、これまで防衛銘柄を経営していた投資マネーも流入しているということです。世界の防衛企業の売上高ランキングの欧米上位10社のうち民間向けビジネスの割合が高いボーイングと エアバスを除く8社アメリカではロッケード・マーチン RTX ノースロープ・グラバンゼネラル・ダイナミクス L3 ハレス・テクノロジーズそしてイギリスの BAE ・システムズイタリアのレオナルドフランスのタレスですけどもこの設備 投資を調べたデータです。2024年の発射の累計額は、2023年と比べて8%増の10万億ドルとなるということです。ロシアがウクライナを侵略した2022年に急増し、右肩上がりが続いています。ウクライナなど 軍事紛争の当事国への供給に加え、各社は自国の備蓄向け弾薬やミサイルを供給する必要があり、軍需企業は増産投資を踏み切っています。ロッキード・マーチンは地対空誘導弾、パトリオットミサイルの弾薬の生産能力を2 0 2十七7年に現在の3割増の年650発まで高めますロケット砲システムのハイマースの生産能力も2025年に3割増しの96機とします軍事紛争に加えて 中国と台湾間の緊張など、地政学リスクの高まりを受けた各国、地域の軍,軍事費の積み増しというのも、増産投資につながっています。各国からの受注を原動力に収益も過去最高水準になっているということです。発射の2024年の 純利益予想は2023年と比べて13%増の294億ドル2025年も過去最高の321億ドルまで膨らむという見通しです戦闘車両や潜水艦を製造しているゼネラルダイナミクスの 2024年の純利益は21%増の40億ドルとなる見込みだそうです地政学リスクが収束するシナリオが見えない中欧米政府は自国の軍事産業を強化していますアメリカは国防省が今後の軍事産業への政府の関与や 投資の指針となる防衛産業戦略を公表しました兵器の生産能力が衰えていることを懸念し防衛企業に能力拡充を促します補助金を支給したり減税措置を講じるということです2024年は 各国で重要な選挙が続いています。国勢選挙も各国の防衛戦略に影響します。十一月のアメリカ大統領選挙で、トランプ前大統領が再選すれば、自国の産業強化に加えて、NATO 加盟国や日本や韓国といった同盟国に防衛費の増加を求める、 との観測もありますその場合、欧米の軍事産業はさらに拡大する可能性があります。また、民主党が勝てば、この世界で行っている軍事紛争は続き、増え、地政学リスクもさらに高まり、防衛産業もまた潤うという形に なるとは間違いありません以上テキサスのルークでしたチャンネル登録よろしくお願いします